第9話やります。いきなりだけど、武器を強化するね。カオルコが持ってた爆裂杖、一気にプラス9まで上げてしまうのだ。ふむー、カオルコ、嬉しい。いいなカオルコ、羨ましい。プラス9か、なかなか思い切ったな。素材めっちゃ使いますねー、こりゃ贅沢だー。磨き水と、合金をそれぞれ一つね。あ、今の攻撃力がこんくらい、こっからどれくらい、増えるんだろうね。うお、ラッキー、いきなりプラス2まで増えてくれた。たまにこういうこともあるよね。そんじゃそのまま、9まで早送りー。お、終わったようだね。ふむ、最終的なよだめは、20くらい増えたみたいだ。へぇ、結構上がるもんなんですね。うん、本当は霊体攻撃も付与したいけど、素材がないのよね。残念。よこせ、早くよこせ。あ、わかったわかった。ちょっと待ってね。しかしお前の装備、マジで珍妙だよな。胸当てハンマーに、ウサ耳って。お前も、ブルマだろ。ブルマ大人気ワロシャ。まあ優秀な装備ですからね。まあとにかく、これでオフェンスが強化されたね。よし、新しいクエストを受けようぜ。これこれ、テロリスト調査、これを終わらせるのだ。ふんふん、寄宿舎ね、わかりまんた。あ、そうか、そうだった、題名変えたんだっけ。ふざけた名前だよな。いい感じに痩せたい。いやだからさ、題名。マジでふざけた名前だよな。いい感じに痩せたい。だそうです。カラバロード中枢とのことでしたね。うむ、そんじゃ現地までカット。はい到着、多分これがイベントポイントだろ。いかにもイベントがありそうな場所ですね。戦闘、ありそう。うむ、油断禁物だな。そんじゃ突撃戦闘だったね。どうするよ、普通に殴るのか。いや、疾風の陣で先手を取りつつ、シュラコのあれを使おう。霊体に効くやつ。聖なる歌ですね。わかりました。僕たちも一応殴ってみるね。当たるかどうかはわかりませんけどね。殴るー。そんじゃ私も攻撃呪文打っとくわ。さてさて、死人が出なければいいんだが、果たして。そうえよだめ、1だったー。ふむ、やっぱ霊体特攻を付与しないと、こうなっちゃうかー。うん、聖なる歌、バッチリ効いてますね。これもう、シュラコ任せでいいんじゃないかな。そうっすねー、その方が効率いいかもっす。うん、じゃあみんな防御で、シュラコに任せよう。ピヨピヨ、ピヨるなよ、めんどくせーなー。あ、でもなんとか勝てたね、よしよし。とまあこんな感じで、何回でも戦えるんですよねー。そこそこいい経験値がもらえるし、稀にとあるガラクタを落とすので、そのガラクタをゲットするまで、しばらくここで粘ってみますね。というわけで米返し、誰か呼んでー。バニーガールなカオルコに首切りついた武器持たせたいな。だってさカオルコ、別に、構わんぞ。だそうです。まあ戦士用の首切り装備、あんまりないけどね。所持金が激増してるわら。ああ、それね、さりげなく転売で増やしてるからだね。めっちゃ地味な作業だから、その様子はカットしてるのですよ。第8話待ってました。 WizX1 の頃は立ち絵が目なしだった人物も WizX2 では表情がついたりするんですよね。アーレハインの BGM も懐かしいけど、セメタリーの戦闘 BGM は鳥肌が立ちました。あと装備が揃うまでは見た目がチンドン屋になりがちなのは WizX も GX も一緒ですね。わら、実は良質な BGM 多いですよね。
それと見た目が珍妙になるのは、多分全国共通っす。素晴らしい体名ですね。マップうめうめする理由がわかりました。マジで早くいい感じに痩せたいのです。待ってた。すみません、ありがとうございます。サカツクと平行でござるゆえ、ご勘弁を。そろそろ出てくる兵器待機のエネミーポイントがいっぱいあるマップが美味しかったような記憶です。金箱もそろそろ出てきそうですね。痩せたいですな。なかなかしょぼん。痩せるのって、マジでむずいですよね。太るのは一瞬なのにね。昔は60キロを切ってたのにな。キャラたちはマップ埋めに歩き回ってるから常に理想の体重のはずわら。チームラの系譜の呪いたる浮遊問題全員浮いたまま戦闘とかシュールな絵なんだよな。最終的には装備の関係で、みんな永久浮遊ですよね。まあ浮遊のデメリットないから、それがベストっていう。全部読んだよ。お、では締めようか。皆さんコメントありがとうございました。ありがとうございました。さて、何度か帰還してレベルアップしてるようだが、お目当てのガラクタは、ちゃんと出たのかな？お、弔いの鈴が3つ出たね。これ、錬成で昇格したら、爆裂ついに付与できるじゃん。なるほど、悪くないプランですな。パワーアップしてくれるってさ、カオルコ。カオルコ、嬉しい。よし、早速やってみよう。この3つを一度に錬成すると。はい、弔いの鐘に昇格。さらにそれを爆裂ついに合わせてみるのだ。うん、ちゃんと霊体攻撃が付与されるね。よしよし。よっしゃ、死神の爆裂ついが完成。しばらくはこれで進めていこうね。いいなぁ、私もすげえ装備欲しいなぁ。モフも欲しい。ふふん、すまねえな。お前ら、すまねえ。ふむ、カオルコさん、固定外は、全部揃ってますよね。よし、それじゃマトリコ、次レベルアップしたら、点かな。お、いよいよか、私の全呪文習得計画、だいぶ近いってことだな。そんじゃレベルアップシーンまで、16倍速。よっしゃ、レベル22になったぞ。これで全呪文、9回になったぞ。お、いいね。てかもう面倒だから、募金の力を使おう。募金使うのかよ、なら最初からそうしろよ。いやいや、ガラクタが必要だからさ。ふむ、ちゃんと9回になってるな。そんじゃマトリコ、ちゃちゃっと点火してきてよ。おうよ、行ってくるわ。さてさて、どんな風に仕上がったかな？お、いたいた。で属性が悪になってるじゃねえか。あーすまねえな、中立だと妖術師になれなかったからさ。なるほど、それは仕方ないですね。本当はもっと募金して魔術師に戻れたけどさ、ちょっともったいないからやめといたわ。うんうん、とにかくたくましくなったね。カオルコより HP 高いもんな。そりゃこんだけ点火しまくればな。そんじゃもっかい潜るぞ。今度こそガラクタをゲットするのだ。むむ、ガラクタ来た。さっきからハズレの方ばかり引いてましたからね。それじゃ識別してみますよ。その前に、回復な。よっしゃ、いいぞ。その前に、隊列変更ね。早く、しろってんだ。それでは行きますよ。はい、回転式泡立て器でした。きたー、カシナートの素材きたー。ハフ、長かったですな。ねえねえ、これって、いいものなの？うむ、中盤あたりで便利な武器、の素材な。まさにこれが欲しかったのだよ。ようやくこの稼ぎを終われるぜ。よしよし、そろそろ飽きてたからな、助かったぜ。そんじゃこれを持って、アーレハインに飛ぶぞー。とその前に、会長に報告してクエストを終わらせようね。飛行石もらった。いいから早くアーレハインに行くぞ。む、そうだったな。そんじゃアーレハインへ。はい、到着。アルマーさんに例のガラクタを渡そうね。
3個に増えたぞ、うめえ。なるほどね、これが狙いだったんだね。よし、これでアーレハインのクエスト、全部終わったはずだね。さりげなく他のクエストも、終わらせてましたからね。うん、よしよし、全部終わったね。そんじゃまだ尺も残ってるし。セメタリー攻略だ。エコーかけなくていいって。そんじゃ終わってないセメタリーまで、カット。はい到着。ガラパスロードのセメタリーね。まあサクッと終わらせちゃおうぜ。ああ、前回あった気がするな、はい。皆殺しって言われちゃった。まあまあ、気にせず進みましょう。はい、到着ね。プルトの前です。そのまま突撃するね。行くぞー。え、マイルフィックって、あのマイルフィックのことか？まあちょっと似てるか。デカゲージ溜まってるので、襲撃の陣でぶっ倒せますぜ。うむ、ぶっ放しちゃおうね。あ、あっさり倒れた。カオルコの出番、なかったー。ふむ、ゲージが溜まってると、やはり楽勝だね。よっしゃ、今日のノルマ達成。帰ろう。セメタリー攻略は、ノルマなんだな。まあ面倒なクエストですからな。まだイベントがあるかもしれません。気をつけて戻りましょう。そうだな、気をつけていこう。あ、やっぱイベントあるのね、めんどいな。むう、やっぱりか、アブリエルになるために、シズルさんは。え、力、そりゃ欲しいっすよ、めっちゃ欲しいっす。はう、ちょ、やばいんじゃねこれ。う、動けないんだけど。か、カオルコも動けない。ちょ、すごいこと言ってるぞ、マジかよ、好きにしていい、ですと。うお、う、動けるぞ、呪縛が解けたようだ。危なかったぜ。あ、リンちゃん、ありがとね、おかげで助かったよ。さて、まだもう少し尺が残ってるな。というわけで、稼ぎじゃー。マジかよ、めんどいぞ。めんどいとか言うな。てかどこで稼ぐのさ。うむ、もちろんあそこだ。ハースロードじゃー。お前ちょっとエコー使いすぎだぞ。っていうか、まだ埋まってないマップが、どうしても気になるのよねー。ほら、ちょいちょいあるだろ。あ、ほんとだ、ほんのり埋まってないねー。マッパーの、鏡ー。というわけで、ちょっくら埋めてきました。早かったな。あっという間だったねー。そんじゃ次のマップも、サクッと埋めてきました。早かったな。あっという間でしたなー。あとはセンターだけか。まあこれもさっさと埋めてきました。早かったな。今回、危険なシーンはなかったですね。というわけで、こっから稼ぎね。現実に嫁りまくって、お宝漁るね。行くぞー。
アップアップー。みんな上がったみたいだね。尺もちょうどいいし、ここら辺で終わっとこうぜ。といったところで今回は終わり。あと攻めたり攻略2つくらいで、エンディングだと思うよ。まあその後も続けるけどね。それではご視聴ありがとうございました。じゃあの。